どうも、塾の久保です今回の気になる男シリーズなんですけども、まあなんかね、私とタカさんの単なる対談というかね、まあそういったお話し合いになってきてると思います。まあ公開のコンサルだと思って聞いていただければ他の方にも十分参考になることだと思うんですよね。前回いただいた動画っていうのは、まあタカさんがね、まあ、言ってみれば自分の今までの考え方やあの行動を、まあ、反省している形にはなっているんですね。これっていうのは取りもなさずタカさん以外の 方がなんで自分は稼げなかったんだろうかっていうのとかなり重なるところがあるんでしっかりと見ていただければと思いますでここでねじゃあどうするっていうのがやっぱりこうないわけなんですよねだからどういうふうにしたら稼ぐことを考えていけるのだろうかとかねだったらどういうふうにしたら自分は稼げる行動に移っていけるんだろうか何を目標としていつまでにそれをやるんだろうかっていうところが次のアクションにこういうふうに向かっていきますよっていうのがねちょっと感じられなかったかなっていうのがあります で、今回は一つエピソードをねちょっと紹介しようと思いますうんこれねそっか塾の中では必ずこの話をね定期的にすることにしてるんですがこれは3人のねレンガ職人っていう話なんですよまあこの時点でピンとくる方もいると思いますけども A さん B さん C さんっていうレンガ職人が同じ場所で同じ給料で同じ作業をしてるんですよレンガ職人ですからレンガでね何かをこう作ってるんですよね皆さん同じことをしてますそこに 旅人が通りかかるんんんんですよ A さん、B、さん、C、さ B C 一生懸命レンガでなんか仕事してるなと思うんでちょっとね A さんに聞くんですよ。ねえねえ A さん A さん A さんは何をしてるんですかって聞くんですよね。そしたら A さんはあこれはねレンガを積んでるんですよ。レンガを積んでると。ねこれね給料をもらうためにレンガを積んでます。というわけなんですよね。ああそうですか。頑張ってください。 B さんのところに行きます。B さんは同じ作業をしてます。同じ質問を旅人出します。B さん、あなたは何をしてるんですかと。で、B さんはね、答えるんですよ。なんだお前はと。忙しいんだよ。これはね、レンガを積んでるの見ればわかるだろうと。これ、レンガ積まないと親方に怒られて給料ももらえないし、だからやるんだよ。ああ、もうちょっと、あっち行ってくれよ。みたいな感じでね。うん。やってるんですよ。まあでも、A さんも B さんも、 同じレベルの作業をしてまます何も変わりはありあせんで今度 C さんのところに行きますと C さん何をしてるんですかっていうふうに同じことを聞きます C さんはねこう答えるんですよあよく聞いてくれましたとこれはねレンガを積んでいるんですよ <laughs> みんな同じ答えなんですよだって同じことやってますからねでも C さんは次にこんなことを言うんですよこのレンガを積み上げて一生懸命積み上げてね 私はこれね将来ここが教会になるらしいんですよとで教会になったらねこの多くの国中の人が自分の悩みをこの教会に来ることによってお祈りを捧げて神様からの行幸を得てですね神の活動力を得て悩みを改善して晴れ晴れと気持ちで自分の国に帰っていくいやそういう姿を想像するとね私はねこのレンガを積む仕事って いや、すごくやりがいがあってね、素敵だなと思うんですよ。うん。で、こういうふうに C さんは答えます。みんな同じ作業してます。みんな同じ給料で、みんな同じ場所でやってます。でも、A さん、B さん、C さんの心持ちは違うんですよ、それぞれね。で、この教会、一体、いつ頃出来上がるのかなと思って、旅人は、親方に聞いてみるんですよ。うん このの教会ね出来上がるの100年後だそれを承知で A さんも B さんも C さんもここの仕事やってくれてんだよ他の職人もそうだよっていうふうに言うわけですよ。えー、100年後ってたびるとは思うんですよね。確かに C さんは将来この教会ができた頃にはね国中の人が悩みを解決するために集まるだろうなってことを思い描きながらやってるというふうに言ってたのは。 言ってたと思うんだけどもでもででその姿を見ることはは C さんはできないってことを知っっててるんですよねだって教会できるの100年後ですから100年後にやっと「はい教会オープンですよ国中の人悩みを解決してくださいね」って来るわけですよえー、C さんって自分ではその恩恵を受けることができないのにその教会が活動的にやってる姿を見ることができないのにあんなに意欲的にできるんだはあそうなんだかたや B さんは ?A さんは どうななのかなと同じことをしていて同じ給料もらっていて結局この教会ができるまでにはみんな見ることができないってのは同じなのにあ,あそういうこともあるんだなあと思ってまた旅を続ける旅人がございましたで旅人がね世界中をぐる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 回っていろんな経験や知識を増し加えた後でまたねこの教会に来るわけですよ何年後かね何十年後かわからないですけど来るんですよそうするとね A さん B さん C さんがまたいまだに同じ作業をしてるんですよやめることもなくでもあれからもうね年数も経ってますんでそれぞれ年を取ってるんですよねであの時と同じように旅人は聞きますおーやってるやってる A さんあなたは何をやってるんですか同じ質問をするんですよね A さんはね答えますこれはねレンガを積んでるんですよね仕事ですからね はい。同じ答えです。B さんはどうでしょうか ?B さんはね、B さん、何やってるんですか ?B さん、あれ、いないなあ、屋根の上でレンガ積んでる。B さん、あなたは何やってるんですかって聞くんですよ。そしたら B さんはね、屋根の上から、おう、お前か。これはね、レンガ積んでるんだよ。と見りゃわかるだろ。前と同じ答えだよ。なんでそんなとこでレンガを積んでるんですかあ、 この、レンガ積みの仕事はね、こうやって高いところで足場が悪いところでやったら給料が高いんだよ。だからやってるんだよ。でも B さん、そこから落ちたら死んじゃいますよ。あ確かにな。確かに死んじゃうかもしれないし、まあ大怪我するだろう。だけども、給料高いんだよ。だからやるんだよ。ということなんですよね。気をつけてくださいね。旅人は C さんのところに行きます。C さんに聞くと、また同じ答えです。いやー、 100年後に教会ができる楽しみだないや100年からあれから何年か経ったから90何年かな80何年かなまだまだやることがあるぞってやってるんですよ C さんねでもちょっとした変化が起きてることに旅人は気づきます C さんの周りに C さんと気持ちを同じくした人が「いや将来教会ができるんですね」なんかこんな仕事に関われて私たちはハッピーですねラッキーですね でその教会を見ることは多分できないだろうけども、このレンガ一個一個に多分将来どんな人か分からないけども、まだ生まれてない人がその時になったらね、感謝を捧げるのかなと、悩みを刻んでいくのかなと思ったら、どんなレンガも適当に積むことはできないよねっていうふうに話し合って C さんと一緒に盛り上がってるんですよ。そうなんですよ。C さんはですね、思いを同じくする人を部下に持つ、そんな現場主任になっていたんですよね。まあ出世したんですよ。 まあ給料は変わったかかかどうか分かりませんよただし A さん B さん C さんのどの思いだったら人はついていくかってところがここでわかるわけなんですよね3人のレンガ職人今旅人は3人の人と対話をしながらそして数年後数十年後もう一回そこに来た時にその変化を目の当たりにしましたでも A さんも B さんも C さんも気持ちは前と変わってないんですよ その変わらない思いをコツコツ積み上げてどうなったでしょうかってことなんですよね YouTube 活動も自分の思いを動画に刻んでますそれを積み上げていくことによって A さんみたいになるのか B さんみたいになるのか C さんみたいになるのかが変わってくるんですよで私はこの話を10年前に聞いて私は C さんになりたいと思いましただから塾をすぐにスタートして私の思いはビジネスが私たちを自由にしてくれるんだそして お金は憎むもんじゃないと。とと。ありがとうとお金に対してありがとうと言えるぐらいお金によって救われる人生そして人を救う人生に私たちはなっていかなくてはいけないんじゃないかなっていうことを訴えかってきましたそしてこういうふうな概念を持ちましたビジネスイコール感謝と提供の掛け算だよってことなんですよ、ね。ビジネスってのは金を稼ぐ手段ではあるんだけどもでも感謝を示す手段でもありさらに提供するための方便ではあるんですよ ビジネスっていうのは自分の得意分野そして自分の得意分野でも他の人は不得意かもしれないだったらその不得意を自分の力で埋めていくことが提供することによってできるんじゃないかなとそこに生まれるのはお互いの感謝ですよねで人っていうのはね全知全能万能ではないんですよやっぱりウィークポイントがあるでも得意分野もあるそれをきっちりと分けてこれが得意これが不得意って分けることによってどっちをビジネスにしてどっちを 自分の問題解決のために誰かのビジネスを利用するのかってことこれがお互い様なんじゃないかなと思うんですよそういうお互い様がぐる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 回って社会っていうのはできていくつまり人間は一人じゃないってこととも言えるんじゃないかなと思うんですよえっ、ー、とねここにね今ね一杯のコーヒーがあります一 <laughs> 人で稼ぐというふうに言いますけども実際私は一人じゃありません このコーヒーカップも誰かによって作られていて、誰かによって郵送されていて、誰かによってデザインされているんですよね。もしかしたらこの陶器の粘土を作るのも全く別の人が作ったものを持ってきたかもしれませんよね。当然、コーヒー豆もそうです。海外のどっかの栽培園で取られたコーヒーを誰かが生成して、それをバイヤーが買い付けしてきて、日本に持ってきた、輸入してきた。飛行機なのか、船なのかわかりませんけども、そういったパイロットさんや、 あの、キャプテンとかがね、こう、日本に持ってきて、で、取引をして、いろんな書類を書いて、もうそれこそね、数百名、数千名の方が関わって、やっと私のデスクの上の一杯のコーヒーができてるんですよ。そう考えていくと、身の回りにあるもの全てが、人の人生をかけた作品なんですよね。で、そういったことを忘れないように、私たちは、一人で稼いでるけども、地球の全てと繋がって、やっと一人で稼いでいけるんだっていうことを、忘れないようにしなくちゃいけないかなと思うんですよ。 そういう意味でこの動画をここまで見てくださった方に何かね今回も気づきがあれば私もその背景にあるたくさんの人も報われることになるんではないかなと思うんですよね、まあ、ですので私単なるね暇つぶして YouTube をやってるわけでもないですし何か物事に追われて YouTube をやってるわけではないんですよこの動画の一つ一つが誰かの生命の礎になるんではないかなそそしてその石杖は 次の世代にも繋がっていくんではないかなと少なくとも繋げていきたいなって思いで一本一本の動画をお届けしていますで前回もう全てのものに無料はないんだっていうことを申し上げましたけどもこれねパン屋に例えてみてくださいよパン屋さん私も近所に先輩のパン屋さんがねこの秋にオープンしたのがあってよく行くんですけどもそれこそねどんなパンでも200円なり300円なり価格がついてるんですよどんなパンでもその先輩がこねて作ってるんですよ で、こねる前には誰かその小麦粉なりなんなりをね持ってきてくれてるんですよねその向こうにはやっぱりそれを栽培してる作ってる運ぶ人がいるわけですよまあパン1個だってね200円300円で値段ついてますけども相当の人の手と人生が関わってるってことなんですよねだからそれを食べるわけですからありがとういただきますって言わざるを得ないですよねで当然1個たりとも売れ残ってほしくないから私も 多くの方に、このパン美味しいよって呼びかけるし、YouTube 動画で、あそこのパン最高っすよみたいなことやりますし、プラス自分で買ってきたパンは残さないし、お店が閉店間際にね、行く時もありますけども、残ってるパンは1個でも買わないとってなります。そして場合によっては次の日も食べようかなと思いますしね。まあそうやってね、まあそれはちょっと行き過ぎかもしれませんけども、パン屋さんなんて1個たりとも無料のもんないわけでしょ。だって私たちだって、 パン屋じゃないけども YouTube 屋さんじゃないですか動画を作るパンをこねるように YouTube を作るわけでしょただのものなんて一個だってないですよそれは多くの人が関わってやっと一つの動画になっているところを思えば、うん、全然ね自分一人のものでしょうじゃないんですよね YouTube っていう会社も関わってくださって Google って会社も関わってくださってこの莫大なあコストをかけたサーバーっていうのを維持して地滞なく世の中に動画を送信してくださるわけでしょ で、それをを刻みながら私は1秒1秒動画を撮ってるんですよね。まさに C さんの気持ちですよ。ただ仕事があるからやるギャラがいいからやるまあ、そういうところもありますけどももう、まあ、そんなんではない私は3人のレンガ職人の C さんになろうと思ってこの10年やってきましたね。でこれからなんですけどもこれからはね C さんが、まあ、あの主任になって部下を抱えていたように思いを同じする人をもっともっとね高めていく意味で。 この速化塾っていうグランドを使っていきたいかなと思います今日も入塾の申し込みがありましたあの入塾の案内をさせてもらったんですけども数日後に入塾する,す,するそうなんですよ数日後にねでこういう風うにしっかりとした動画を撮っていけば再生数は少なくてもその再生数の中に必ず最近見始めた人っていうのが出てくるんですよねでそういった方が速化塾ってものに 共感してくださって入塾することによって、今度は見る側から見られる側に移りたいっていうふうにね、数ヶ月前の高さんのようになるんだと思うんですよ。今高さんはおそらくユーチューブというものを通じて、私の視点からするとソッカ塾というプラットフォームを通じて、ソッカ塾の塾生さんを中心とする私の視聴者さんにいろんなメッセージを訴えかけてると思うんですよ。だからなんですよ。だから余計に思うんですけども、このチャンスをね、高さんが生かすも殺すもたくさん次第になってきます。 前回私は、まあ、いろんなね稼ぐための、あのー、6個か7個ぐらいの課題を出しました今全部に回答できているとは思いませんけどもこのリズムも他の視聴者さん見ていてじゃあタカさんの、まあ、YouTube とかインターネットをビジネスするその心がけ精神これからの展望についてどう思ってるんだろうかっていうふうにね、えー、興味を持ってくださる方が数十名数百名もいるわけではありません本当に数名かもしれませんけどもその数名の方に対しても 答えていく、そういう場所をこの「気になる」シリーズで作ってるんでやっぱり魂を傾けてねしっかりとメッセージを伝えていけばつながるものはこれからもあります特に今月の31日、えー、高さんのね覆面 YouTuber アカデミーの,この進捗状況の対談とかやりますんでそこにどのぐらいの人がよし高さんの話聞いてみよう久保さんの話聞いてみようっていうふうに思っていただけるか。 これは私たちの高さんと私の共同作戦ではあるんですけどもでも個別の問題でもあるんですよね。誰と組んでも人が集めれるよひいては誰と組まなくても多くの人に耳を傾けてもらえるよみたいな存在にならなければ一人で稼ぐにはたどり着かないんですよね。で先ほどお話したように一人で稼ぐっていうのは一人じゃないんだってことを忘れないようにしなければこの一人っていうのがね 単なる孤独とか寂しいってとこに入っちゃうんですけども一人で稼ぐってことは皆さんのおかげなんですよね皆さんのおかげで一人でできるようになってるんですよ、ね、皆さんのおかげがなければ会社員として部品にならなくてゃいけないんですよ乱暴な言い方ですけどねうんだからもしね会社勤めに違和感を感じて自分の生き方はこっちじゃないだなと思うんだったら本当に主張してくださる数名の方数十名の方に感謝する意味でも 見てくださっている時間を無駄にしないようなね一個一個がまさにパン屋さんのパンにしないといけないんですよ。で、まあ、パン屋さんのパンっていうのは必ず有料ですよね。どんなパンだって有料なんですよ。私たちの動画もどんな動画もあこれは有料だっていうふうに少なくとも感じさせていつか代金払わないとねっていうふうに思っていただけるような、まあ、そんなね問題解決や気づきや発見、進化、あ成長の多い動画をね 作っていきたいなと思っておりますこれからもよろしくお願いします3人のレンガ職人覚えておいてくださいねでは行ってらっしゃい